ケープタウン駅に保存されている放送レスリー製造機、機関車、放送レスリーは、イギリスのタインオイア州、入ッするセントピーターズに存在した造船、鉄道車両製造業者である。1870年に造船業者のレスリーと機関車、製造業者の放送の合併によって成立した。合併後も生産は継続され、このうちシカゴ万国博覧会に出展された。 短式4機等、同軸配置4から2から2から0の蒸気機関車は、米国製の同系機のような十分な性能を発揮できなかった。1915年に、ハイランド鉄道の FG スミス技師設計の同軸配置4から6から0の蒸気機関車、ハイランド鉄道リバー級蒸気機関車の発注を受けたが、重量課題で受け取りを拒否、カレドニアン鉄道に引き取られた。 生産した機関車の大多数が輸出され、大概は、クラウンエージェントのデザインのものでそのほとんどが無価、機関車であった。また台湾向けの3号型サドルタンク機関車等も、製造している。機関車製造部門は1937年に、ロバートス・チーブンソンカンパニーに買収され、ロバートス・チーブンソンホーソンズと解消された。大英帝国海軍へ、 条約型巡洋艦をはじめ多数を建造しており、日本向けにも軍艦を建造している。ありがとうございます。